療法チャンネルブナの森です今回は自然療法チャンネル,ブナ,ンネルブナの森についてお話ししていきたいと思います。えー、YouTube を始めたばかりの最初の頃にもブナの森についてお話ししてる動画があるんですがまあ撮り始めもあって声も小さくてあの聞き取りづらいとか、まあ、いろいろあるのでまたちょっと撮り直しをしたいと思うんですけど まあそ,あのー、そこまで詳しくはえ今回の動画ではお話ししないんですけど、まあ、今後どういったチャンネルを作っていきたいかななんていうのもお話ししたいと思いますのでよろしくお願いします。で自然療法っていうのは、まあ、簡単に言ったらあの自然注力を信じて、まあ、な,なるべくそれを妨げているようなものは取り除いて、まあ、本来の注力を発揮していくという。 治療法で外科、まあ、的手術のように切ったり貼ったりっていうのじゃなくてっていう考え方はですねであのまあ力技でふ、まあ、普段持ってる以上の力を出してとかっていうのとは違って、まあ、普通ですよね本来の力を出すというそれを妨げてるものは取り除くとですからスーパーマンになるとか あの普通以上のパフォーマンスを出すとかっていうのとはちょっと違いますですから至って普通なので聞いてるんだか聞いてないんだかわからないっていうようなところが正直なところだと思いますで健康のちょっとしたコツということでまあお話ししていけたらなと思うんですがまあやるのとやらないのとでは多分違ってくると思いますのであの、まあ、そんなお話ができたらなと思います そそもそも健康の定義っていうのはああでもないこうでもないって試行錯誤してる、まあ、過程というかえその営みが健康だと私は思ってますので健康っていうその体状態があるわけじゃなくていろんなあの波がある中で試行錯誤してる営み生活が健康そのもの健康というふうに私はあの考えていますので。 あの健康体っていうのがあるわけじゃないというふうに、まあ、お考えいただけたらなと思います。で健康な体を目指していくのに有酸素運動っていうのが必要だし私自身がまあずっと続けてきてることですし、まあ、楽しいので、まあ、そういったものを自然療法チャンネルっていう名前ではありますけどロードバイクについて。 まあ、登山について、ウォーキングについて、ロードバイクについてのチャンネルになっていくかなと思いますので、あのー、瞑想してるようですけど、全部つながってますということで、ご了承いただけたらなと思いますので、今後とも自然療法チャンネルをよろしくお願いします。よかったら引き続き聞いてください。よろしくお願いします。